高浜中学校の卒業式が9日行われ、卒業生たちが3年間の思い出を胸に学び屋を後にしました。卒業式では卒業生96人が在校生らの大きな拍手に迎えられ式に臨みました。はじめに卒業生一人一人の名前が呼ばれた後、各クラスの代表3人に卒業証書が送られました。この後、村田義文校長が、これからさまざまな試練があると思いますが、逃げずに立派な大人になってくださいと花向けの言葉を送りました。これから生きていく上でさまざまな試練があると思いますが、どうかそれから逃げず正面からぶつかってください。皆さん自身が立派な大人へと成長する。続いて在校生の代表が、先輩方の団結力や行動力を引き継ぎ、高浜中学校の伝統を守りますと総辞を述べました。これに対し卒業生を代表して岡本天さんが、3年間の思い出を振り返りながら別れの言葉を述べました。より良い校風を作ること、本当に多くの方々に支えられこの日を迎えることができました。高浜中学校の生徒として登校するのが今日で最後だと思うと、ただただ寂しさが込み上げてきます。これから私たち卒業生はみんな別々の道へ進んでいきます。瞳を閉じれば思い浮かんでくる仲間の姿を胸に、これからも日々歩み続けたいと思います。卒業生たちは保護者や在校生の温かい拍手に送られ、思い出が詰まった学び屋を巣立ち、新たな一歩を踏み出しました。